井手町の皆さん、福山哲郎です。今年の4月から井手山吹支援学校が開校されました。本当におめでとうございます。私は京都府障害者団体連合会の会長をせつかっておりまして、京都府や井手町、そして PTA の皆さん、多くの皆さんのご尽力でこの学校が開校されたと受けたまっています。本当におめでとうございます。140名余りの子どもたちがここで学んでいると聞いています。京都府障害者団体連合会のたくさんの行事にこの支援学校からも皆さんが参加をしていただけることを望んでいます。また井手町は、新しい庁舎ができます。道の駅も計画をされています。お隣の常陽では新名神高速道路が供用開始になります。そしてまさにこの井手と新しい流れと、そして新名神高速道路が直結をして井手のますますのこれからの発展につながると考えています。私も山野井和則衆議院議員ともどもこの井手の皆さんに温かくいつもご支援をいただいています。これからも井手のために一生懸命働いていきたいと思います。よろしくお願いします。